インカンテーションは、日本の競争馬である。馬名の意味は、呪文、呪術。父のより連想。主な勝倉は2013年レパードステークス、2014年、宮古ステークス、2015年平安ステークス、2017年、マーチステークス、武蔵野ステークス、白山大賞店。2010年3月24日、北海道浦河町の谷川牧場で誕生した。 同牧場で生産から中期育成、後期育成が施され、斜面の放牧地を使い始めた世代である。牧場では動きの良さが目立ち、真面目に走っていたことから、長距離深度の速いグループの一頭だった。デビュー前から初期とモヒコの評価も高かったという。2012年7月14日、中京競馬場、芝1400メートルのメイクデビュー戦でデビューしたが、 最下位の15着に終わった。2000挟んでダートの未勝利戦に出走主発勝利を飾った。2013年宮古 S2000 挟んで出走した、人長下賞では2着馬に小馬審査をつける、逃げ切り勝ちを決めた。レース後、帰場した王の匠は、新潟遠征の時は乗せてほしい胸を願い出た。複量ステークスで敗れ3ヶ月の間隔を空けて、 出走した、御ン特別は出遅れて3着だったが、続く、能ー特別は勝利。レース後、帰場していた、藤岡孝太は常実の大野と同様に新潟に、行くなら乗りに行く旨を伝えた。新潟競馬場でのレパードステークスでは、戦役の大野が帰場し、一番人気に応え勝利。重賞発制覇を果たした。大野によりと最後はカメラマンを物見する余裕があったという。 管理する羽月も安心して見ていられたと語った。一戦挟んで出走した宮古ステークスは追い込み、届かず、花佐の2着に敗れたが、大野は力をつけていると語り、羽月もまだまだ強くなると語った。初の GI 挑戦となったジャパンカップダートは14着に敗れた。年明け初戦はマーチステークスを予定していたが、腰を痛めたため登録を見送った。 約8ヶ月の休み明けとなった、エルムステークスは3着。その後は、オープン特別を連勝し、宮コステークスへ出走。後方から、最後の直線で束をかわして、優勝、重賞2勝目を挙げた。続く、チャンピオンズカップは落鉄もあり10着に敗れる。5歳初戦、東海ステークスは再度落鉄したが、後方から足を伸ばし3着に入る。自走。 フェブラリーステークスは、内田博之に乗り換わる。レースは、後位から競馬をし、前を行くコパのリッキーはかわせなかったものの2着に、踏ん張る。3ヶ月の休養後、引き続き、内田が起乗した平安ステークスは、最内枠から先手を取り、2着クリノスター王に1馬身3、4差をつけ、逃げ切り勝ち。重賞3勝目を挙げる。その後は、低王に向け調整されていたが、 左講師第一子骨の骨折が判明。長期休養に入る。8ヶ月の休養を経て、東海ステークスで復帰、12頭立ての11着と惨敗。その後は、フェブラリーステークスを目指していたが、今度は、左腸骨骨折を骨折。再び長期休養に入る。10ヶ月ぶりの実戦となった宮古ステークスは、藤岡孝太と久々にコンビを組むが8着に敗れる。 復帰2戦目、7歳初戦となった東海ステークスは12着。前年出走できなかったフェブラリーステークスは13着と惨敗。自走、マーチステークスは、勝浦正樹が、起乗、10番人気低評価だったが、後位から抜け出し、1年10ヶ月ぶりの勝利。重勝4勝目を挙げた。続く柏記念は、岩田光生に乗り換わる。 勝ったコパノルキーには2馬身離されたが、逃げたモーニーを首差とらイ2着に入る。夏は、休養に当て5ヶ月ぶりとなった白山大将天は、逃げる栗のスター王を2番手でマーク。2周目3コーナーで先頭に並びかけると、そのまま押し切り2馬身反差の干渉。自走、武蔵のステークスは、三浦光成が初起乗。早めに2番手に上がると、ゴール前200メートル付近で先頭に立ち、 追い上げたサンライズソアを半場審査で退け、重賞6勝目を飾った。なお、三浦とは引退までコンビを組むことになる。続く、東京大賞店は3番手から競馬をするも7着に、敗れた。8歳になっても、現役を続け、フェブラリーステークスは勝ったノンコの夢に、首首差の3着と検討。柏記念は一番人気に押されるが、ゴールドドリーム。 オールブラッシュに次ぐ3着に終わる。自走、プロキオンステークスは、後方から追い込むもマテラス会に、レコードで逃げ切られ4馬身離された2着。休み明け、武蔵野ステークスは6着に敗れ、チャンピオンズカップで13着に、惨敗の後、左前足の軽人体炎を発症したため現役を引退した。12月19日付で競争場登録を抹消。引退後は、イーストスタッドで、 タネボバ入りする。AB、インカンテーション号が、競争場登録抹消。日本中央競馬会。2018年12月19日閲覧。インカンテーション POG インフォより2016年9月17日閲覧。宮古 S、インカンテーションが3連勝で V-NETKEIBA.com。2015年5月23日閲覧。インカンテーション。 一年十ヶ月ぶりの復活部位。マーチ S-NETKEIBA.com。2017年3月27日閲覧。レパード SG30 賞ウィナーレポート。競争場のふるさと案内書。2014年6月11日閲覧。インカンテーション。5場審査で楽々圧勝。人長下賞、NETKEIBA.com ニュース。 2014年6月11日閲覧。AB、レパード S、砂の神聖インカンテーション。横綱相撲で重賞初部位。スポニチスパニッキーアネックス。2014年6月11日閲覧。レパード S、立冬レポートインカンテーション。ラジオ日経。2014年6月11日閲覧。藤岡康氏に続投志願させたインカンテーションの急成長。 トースポウェブ、2014年6月11日閲覧。印鑑が、ダート重症発生派。レッパード S。nikkanspoorts.com。2014年6月11日閲覧。都 S、インカンテーション原さ2着に王の、力つけている。スポニチスパニッキーアネックス。2014年6月11日、閲覧。コバジソウ。 インカンテーションはマーチエスへ。スポニチスパニッキーアネックス。2014年6月11日、閲覧。インカン腰を痛めマーチエス登録見送る。nikkanspoorts.com。2014年6月11日閲覧。エルムエス、戦い終えて。スポニチアネックス。2014年11月10日閲覧。BSN 賞、インカンテーション。 好位から抜け出し5勝目ざる。スポニチアネックス。2014年11月10日へズラン。ラジオ日本賞、印ンンソコジから見せた。デイリースポーツ。2014年11月10日へズラン。都 S、インカンテーションが干渉。デイリースポーツ。2014年11月10日へズラン。東海 S。サンスポー、コム。2021年5月4日へズラン。 ヘブラリー S サンスポーコム2021年5月4日閲覧平安 S インカンテーション逃げ切り V 予想を TV サンスポーコム2021年4月2日閲覧帝王紹回費のインカンテーションは骨折が判明予想を TV サンスポーコム2021年4月2日閲覧インカンテーション1年10ヶ月ぶり V マーチ S 曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2021年4月2日閲覧。一番人気インカンテーション押し切り。V. 白山大正天曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2021年4月2日閲覧。インカンテーションが、重賞6勝目競馬の武蔵野 S。 日本経済新聞。2021年4月2日閲覧。ダート重症6章インカンテーション引退。左前系人大炎。シュボバーニ。スポーツ日本。2018年12月8日閲覧。競争成績。全競争成績インカンテーション。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手場協会。2017年6月12日閲覧。ありがとうございます。